次に浅野聡君。はい、浅野君。はい、国民民主党の浅野聡でございます。今日は新藤大臣の方にですね、まさに今春闘が始まったばかりですけれども、非常に大事な春闘になるかと思います。この賃上げに向けてどのような環境整備をしていくのか、これを中心に大臣にお伺いをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずですね、今の経済情勢認識について、大臣にお伺いをしたいと思います。13日のことになりますが、日経平均株価は1000円以上値上がりをして、一時3万8000円を突破しました。34年ぶりバブル後の最高値を更新したということでありました。また同日ですが、ニューヨーク外国為替市場では円相場一時1ドル150円台まで下落して、約3ヶ月ぶりの円安水準となったと、そんなことが最近ありました。株価が上がるのは結構なことですし、それだけ企業業績も好調なんだろうということを思わせるわけですけれども、それは賃上げにとってはプラスの材料なのかもしれませんが、一方で円安が進んでいるという現状もあります。これから春闘の交渉が本格化していく中にありますが、賃上げに向けた観点でこの状況をどのように捉えているか、大臣のご認識を伺いたいと思います。新藤大臣。まず株式市場為替、これについてのですね、このそれらについてのコメントというのは、市場に無用な混乱をもたらすという観点から、私からは常に差し控えております。その上で一般論として申し上げれば、株価は基本的にはこの企業の業績、そして将来性に関する市場の評価によって決まるわけであります。また円安については、海外展開企業には輸出による売上や海外法人からの配当受け取り等が円ベースで増加すること等を通じて収益にプラスの影響があると。そしてこの輸入品の原材料コストが増加するということで、収益を圧迫するこの要因にもなる、プラスマイナスいずれもあるということでございます。私とすれば、今の日本経済が好調で、この期待が強く出ているという中でですね、このぜひその経済の流れがこの賃上げに結びつけられるようにということを大いに期待をしているわけでありますけれども、この実際の賃上げはそれぞれのこの情報を踏まえた上で、各企業の支払い能力、それから現状における交渉、こういったもので決定されていくわけであります。ですから構造的な賃上げに向けたしっかりとした取り組み、これを私どもとすれば政労使の意見交換の中でお願いをしておりますし、また対策は我々の政府としてですね、打てる対策をしっかり打っていきたいと、このように考えているわけであります。はい、浅野君。はい、ありがとうございます。やはり労使交渉の上でこれは賃上げの幅というのは決まっていくわけですけれども、ただですね、大臣もおっしゃるように、このさまざま、特に為替影響なんかはですね、収入を増やす部分もありますけれども、コストを上げる部分もあって、諸刃の要素がございます。で、次の質問はですね、やはりこのところずっと高騰が続いております、原油価格について伺いたいと思います。現在、持続的賃上げの実現にはですね、大臣が先ほどおっしゃったように、事業者が収益をまず確保しなきゃいけないと。で、そしてその収益が確保できるということを予見可能な状態にでなければいけないということがあるかと思いますが、その中で今、原油価格の高騰が続いている状況というのは、企業側にしてみれば、コスト圧迫要因、そして賃上げに対しては非常に慎重な姿勢にならざるを得ない要素になっているということでありますが、これ、経産省の方に伺いますけれども、これ、原油価格について、これまでずっと高騰が続いております、上下しておりますけれども、今後の見通しをどのように見ているのか、経産省、参考人の方から答弁を求めたいと思います。資源エネルギー庁、貞光部長。はい、お答え申し上げます。まず昨今の原油価格につきましては、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻を受けまして、
国際指標であるブレント原油の価格が130ドル近くまで上昇いたしましたけれども、直近では中東情勢の緊張を含む地政学リスクがある一方で、米国中国の景気減退懸念などもありまして、80ドル台前半で推移しているということで、一時の高騰は足元で収まっているという状況だと認識してございます。その上で、原油価格は世界経済や原油の需給動向、ウクライナ情勢や中東をはじめとする産油国をめぐる国際情勢などさまざまな要因を踏まえて、市場で決まるものと承知してございまして、今後の原油価格の見通しについて、政府としてコメントをすることは差し控えさせていただきたいと考えてございます。畑野君。はい。事前にもですね、この上がる下がるどうなるというのは言いづらいというのは聞いておりましたけれども、ただ企業はこれ今春闘交渉をする中で、こういった先行きが分からない中で春闘交渉をしなければいけない、そんな中でできるだけ賃上げをしていただかなければいけないわけですから、分かりませんというのは政府の見解なのかもしれませんが、ただその環境の中で企業が賃上げ判断をしなければいけないという現実もまたあります。で、続いての質問は大臣に伺いたいと思いますが、現在行われている、ガソリン電気代等への激変緩和措置は、特にガソリン代の激変緩和措置は4月末までとなっております。で、これらのエネルギー価格は運送業や情報サービス業など企業活動の固定経費として業績見通しにも関係しているため、春闘交渉にも影響を与えうるものだろうというふうに認識をしております。国際取引市場での原油価格の見通しというのは確かに読みづらいところがありますが、この激変緩和措置というのは、政府が日本政府が行っている、政策であって、で4月末でこれが今やめる予定だということが決まっておりますので、そうなるとですね、今約20円程度の補助金が1リッターあたり供給されているわけですけれども、これがなくなることによる影響というのは確実に今のところ起こることになっておりますが、これは春闘交渉を真っ只中な事業者にとってはですね、エネルギー経費がこれから増えるぞと、そういう見通しにつながるわけで、交渉結果にも影響を与えると思います。で、このような状況に対して政府はどう、大臣がどう認識しているのか、ぜひお考えを伺いたいと思います。神道大臣。まずこの激変緩和事業、これはですね、2022年の1月に燃料油について事業開始しました。電気ガスについては2023年1月分から値引きを開始しているということです。で、燃料油で6回条件や期間の変更があります。また電気ガスについても2回これまで変更してきました。現状で今4月までというふうに期間が設定されております。で、そのタイミングでですね、今後どうするかというのは、これまでも国際情勢、また経済エネルギーをめぐる情勢、こういったものを見極めて、また出口戦略、こういったものを見据えた形で機動的柔軟に判断してきたと、こういう状況があります。ですから、その中で我々とすれば適切なですね、対応を考えていくことになると思うわけであります。で、合わせてこの、そのエネルギーのコストが上がる、それは売り上げが変わらなければ、コストが上がれば、それは賃上げに対するマイナス要因になることは、これはもう自明の理でございます。しかし一方でですね、この、物件費も含めて、そうしたコストを転嫁して、その価格転嫁しながら賃金をですね、きちんと維持していく、こういう流れを作らなければならないということでございます。ドイツやフランスも同じ時期に始めたんですけれども、短い期間で終了しています。なぜならあちらの国では、日本よりも激しいコストプッシュが起きたわけですけれども、しかしそういった国々では物価高を超える賃金、こういったものが実現して、その中で賃金でこのコストを吸収する、それから賃金が上がるということは製品価格が上がる、サービス価格が上がる、売上が上がるということですよね。
で、この中でこのコストに対してのですね対策を打っていく、こういう流れができております。私たちも構造的賃上げというのは、物価が上がればその物価を、まあ、しかもその物価は安定的な適度な適切な範囲でなければならない、これは大前提ですけれども、その上でそれを超える賃金の上昇がある、その前提は価格が転嫁されている、そして大企業から中小下請け、そういったところにもきちんとその価格の変動がですね波及していると、こういう形を作れれば全体としてですね、このコストが上がってもそれを吸収でき、かつそれを上回る企業収益を実現できるならば、賃上げは構造的に安定的に進んでいくと、この好循環を作らなければならない。その社会の通念として物価に合わせた賃金設定というのをしていくべきだということを、これいろんな各層、この国、それから地方も含めてですね、それぞれのこの国の中にそういうまあデフレマインドからの脱却というのは、ここ一番大きなところだと思うんですけれども、そういった形を作らなければならないと思っているわけであります。浅野君。はい、ありがとうございます。後段の部分ですね、その好循環を作ることが重要だというのは私も同感なところでありまして、この後労務費の価格転嫁についてもちょっと質問に取り上げたいと思うんですが、その前にちょっと1点確認したいのは、前半大臣はですね、この燃料費への補助もこれまで6回政策の、まあ、変更の決定をしてきていると。で、まあ、やはり今後も柔軟かつ機動的に対応をするということをおっしゃったと今聞こえたんですけれども、これはつまりその今の時点で4月末でやめるという方針はありますが、この方針をまた7回目の判断というんでしょうかね、柔軟かつ機動的に例えば延長するだとか内容を変更するだとか、まあ、こういったことも現時点では否定されないということでよろしいですか。少し新藤大臣。そこはまさに否定肯定ではなくって、これまでもそういう柔軟かつ機動的な判断対応をしてきたということでございます。今決まっていることは4月までのですね、この措置というものが決まってます。でその時点の国際情勢、またエネルギー価格、まあ、こういったものも含めてですね、さまざまな中で適切な判断を機動的柔軟にしていかなければならないと思うことで、現状で、肯定否定というところまで私は今この時点では申し上げることはできないと思っています。浅野君。はい、ありがとうございました。重要なやり取りだと思いましたので、引き続き注視していきたいと思います。ぜひ私としてはですね、大臣おっしゃるように状況に合わせて柔軟に対応していただきたいですし、やはり春闘交渉、賃上げ交渉は、この3月4月あたりで一定程度規模の大きな会社は結論が出ます。でただそれはガソリンの激変緩和措置が終わる前の話ですので、終わる段階で、どうなるかというのをどう予見させるかというところも非常に大事だと思います。大臣はこの賃上げに向けてもそういった環境整備をする責任が終わりの方だと思いますので、ぜひ政府の中での検討や春闘交渉中に一定の予見可能な見通しがですね、産業界に届くようにぜひご配慮いただきたいというふうに思います。で続いて労務費の価格転嫁について、伺いたいと思います。先ほど大臣もおっしゃっていましたが、やはりこの労務費を価格に転嫁しなければ、先ほど大臣がおっしゃっていたような好循環というのは生まれないというふうに私も思います。特にこれまでもですね、労働組合の電機連合やジャムの調査によると、製造コスト上昇の要因として労務費の影響が大きくなっているとともに、この価格転嫁が一番難しいということも言われております。公正取引委員会はですね、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針というのを周知しているんですが、価格転嫁の妥当性を証明するための資料を作成するのに、とても膨大な労力がかかる上、説明が難しいという声も現場からは上がってきているそうです。経営トップの理解だけでなく、調達部門などへの浸透や顧客の理解醸成を具体的に進めていく必要があると考えていますが、それをどのように徹底していくのか、
まあ、例えば価格転嫁の必要性を社内に共有した企業を評価するような制度など、まあ、作ったらどうかと思うんですけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。新藤大臣。この賃上げを社会全体のノルムにすると、社会通念として、この今までの長い間もう物価はあまり変わらない、そして業績も上がらない、だからコストをカットしてというのに、もう私たちはみんながいつの間にかそういう気持ちの中でものを語るようになっている。ここをですね、今我々は30年来の最大のチャンスが訪れているというのは、少なくとも物価は上がっていて、それから企業収益も最高状況になっているということが見えているわけであります。しかし一方でそれは中小企業やその地方にきちんとそこが浸透しているかといえばまだまだ簡単ではないし、何よりもこの実質賃金がですね、要するに物価の上昇率を超えられないわけですから、賃金の上昇率が結果実質賃金がプラスにならなければ、これは消費がですね、この力強くなることはなかなか難しいと、ここを打破しなきゃならない。その意味においてやはり賃上げの大前提はこの価格転嫁、これが仕方ないではなくって、価格転嫁をした上で経済を動かしていくんだと、そしてその分業績を拡大するんだと、こういう流れを作れるかどうかだと思ってるんですね。で特にこの我が国の雇用の7割を占める中小企業、このここにまで値上げがきちんとできるかどうか、賃上げができるかどうかだと思います。で今委員もご指摘いただきました、私どもと公正取引委員会が連携しまして、このガイドライン、価格転嫁のためのガイドライン作りました。画期的と関係者の中では言われています。そしてこの外交的、このガイドラインのですね、一番最後のところには価格転嫁のための交渉シートというものも我々作らせてもらいました。でそれにはこの下請けが親企業と交渉する際にはこういう要素でもって交渉したらいかがでしょうかというような、標準的なですね、そういうシートを作ったわけであります。でかつそこには公正取引委員会というクレジットが入っております。これは私が説明したときにですね、中小企業の皆さんはいやこの公取のクレジットが入ってるのは大きいねと、だけど知らなかった、今初めて見ましたと、もうみんなに配ってるし、ホームページでも全部公開してるんですけど、だからぜひそういったことをですね、皆さんによりさらに周知をしていきたいと思いますし、また中小企業庁の方では価格交渉ハンドブック、国交省ではトラック運送事業者のための価格交渉ノウハウハンドブック、こんなものも出しておりますし、私の地元の埼玉県などはですね、この価格交渉の支援ツールということで、企業間で取引される原材料だとかサービス価格の推移、これを業種ごとに可視化できるツール、こういったものも作りまして、とにかく確かに委員がおっしゃるように交渉の基準を作るのは難しいわけですね。ですからそういったことも中小企業の皆さんでも使えるような、そういったことをやっていきたいと思います。そしてこの労務指針についてはですね、ぜひ現場レベルで活用できるように、全国の各ブロックでのこの指針の内容、それから企業向けの説明会、さらには関連する団体が1873ございますから、この業界団体に対してですね、各所管の省庁からこのフォローアップを行うように私どもの方から要請をしているとこういう状態でございます。松野君。はい、ありがとうございます。私もですね、そのハンドブックガイド指針をですね拝見しましたが、かなりこれまで画期的という評価だそうですけれども、この中小企業からしてみたら、こういうここに記入して交渉にすればいいと、でしかもそこに公取のクレジットが入っていると、で政府がこの方針を示しているんだからと、そう言えるのが心強いというのは私も聞いておりますが、大臣もご自身でおっしゃったようにそれをまだ目にしていない中小企業はたくさんあるということで、その部分をですねいかにこう隅々まで行き渡らせるのかっていうところが、本当に今回中小企業の賃上げがなされなければ、大臣がおっしゃる好循環、
日本全体での好循環というのはこの夢物語になってしまいますので、そこをぜひどういうふうに実効性を高めていくかというのはぜひ引き続き努力をしていただきたいと思います。で、次の質問ですが、今度は海外の企業と取引する場合の価格転嫁について質問したいと思います。海外企業、特に中国や韓国の企業に対しては価格転嫁の理解が得にくいという声が現場から届いております。海外企業については各産業を所管する省庁から業界団体を通じて海外企業を含む会員企業に対して幅広く指針の周知徹底とフォローアップを行うというふうにしているそうですけれども、それができればいいんです。どうやって実効性をこれも担保するのか、具体的なこの実効性をどう確保するのかについてぜひお考えを聞かせてください。新藤大臣。この今私が申し上げました1873の業界団体で、その業界団体に所属するこの会員企業に対してこの価格転嫁のガイドラインの周知徹底を図っていると。でこの会員企業の中には海外企業も含まれているわけであります。ですからそういう中でですね、この方針を徹底し、また理解を得られるように努力をすると。しかし何よりも難しいのは春闘もこの労働組合にこのお入りになられている、また労働組合としての交渉ができても労働組合に入っていない中小企業の方が多いわけですから、そしてそういうところにもきちんとですね、社会全体が下請けから孫請け、ひ孫もうずっと下まであるわけですね。そこまでの中にどう浸透させていくか、そして同様に海外企業に対してそういった流れをどう打つかということになりますから、ここはもう私どもとすればそういったことをきちんと PR しながら各業界団体で行動を促していく、またそのための応援をしていきたいと、あらゆるこのインフォメーションしていきたいと、このように考えています。中野君。はい、では次の質問に移ります。次はですね、国が発注する案件の価格転嫁について伺いたいと思います。これは政府参考人の方に質問させていただきますが、先日の参議院の所信質疑の中で岸田総理はですね、国交省の公共工事においては、観光需法に基づき毎年閣議決定をしている国等の契約の基本指針にのっとって契約締結後の物価動向を踏まえて、スライド条項を用いた契約変更を行っているというふうに答弁を総理はされました。この基本方針の中では次のように書いてあります。公共工事の発注にあたっては労務費、原材料費、エネルギーコスト等の実税価格を反映した適正な請負代金の設定や適切な工期の確保について契約後の状況に応じた必要な契約変更の実施を含め適切に対応するものとするとあります。一方、国の物件および役務の契約についてはちょっと表現が違います。契約の途中で需給の状況または原材料費、エネルギーコスト等の実税価格に変化が生じた場合には契約金額を変更する必要があるか否かについて検討し適切に対応するものとするという記述になっております。つまり前者はですね、契約変更の実施を含め適切に対応すると書いてあるんですが、後者の場合はそれが書いていません。必要があるか否かについて検討するという表現にとどまっています。ぜひですね、この国の物件及び役務の契約についても、この契約価格転嫁の徹底を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。中小企業庁、飯田次長。お答え申し上げます。ご指摘のとおり、物品とか役務契約の、に関する基本方針におきましては、契約期間中のさらなる契約変更の必要性を検討すると、その上で適切に対応するということになってございますけれども、物品役務の契約でございましても、契約後の状況に応じて、契約変更も含めて適切に対応するということの考え方には変わりはないというふうに認識をしております。
お尋ねの物品役務契約における契約後の変更事例につきましてはですね、これ予算の執行は各府省の責任の下で行われますので、中小企業庁としてすべてを把握しているわけではございませんけれども、経済産業省が実施した物品役務の調達について申し上げますと、基本方針に当該措置が盛り込まれました令和4年度以降、例えば新聞の定期購読ですとか、自動車用の燃料、ガソリンの調達、それから事務用の消耗品といった契約におきましては、原材料費、エネルギーコスト、労務費の高騰などに伴い、契約変更が行われた事例が確認されているところでございます。いずれにいたしましても、足元のコスト上昇局面において、必要な価格転嫁を適切に行うという観点から、今後とも契約の事業者さんとも密にコミュニケーションを取っていきながら、基本方針にのっとって、適切に対応してまいりたいと考えますし、こうした対応が各関係のですね、各府省庁や政府関係機関、地方公共団体などにおいても適切に取られるよう、中小企業庁としても継続的に呼びかけを行ってまいりたいと考えております。浅野君。はい、実質的にはすでに契約変更も含めてこれまで行った事例があるということなんですが、であるならば、今日本日の資料3にもです、3にはですね、今の私が読み上げた文章が記載されておりますけれども、わざわざこれ分けなくてもいいんではないかと思うんですが、これ分けなきゃいけないんですかね、一緒にはできないんでしょうか。ちょっとこれさら問いになりますが、お願いします。中小企業庁、飯田次長。お答え申し上げます。公共工事、これは一般的に複数年度にわたる契約も多くて、ということに対しまして、物品や役務の調達につきまして、多くが単年度の契約になっている、契約の都度、時制価格を反映した予定価格を作成することができる、こういったことでございますので、一般的なことを申し上げれば、契約期間中に発生する価格変動による影響は相対的に低いという観点から、こうした書きぶりの違いになっているというふうに理解しておりますけれども、繰り返しになりますけれども、物品役務の契約でございましても、契約後の状況に応じて、契約変更も含めて適切に対応するということの考え方には変わりはないというふうに認識しております。浅野君。はい、ありがとうございます。少なくともですね、やはりこの指針を読んで現場の方たち動くので、契約変更も含めてっていう文言があるかないかで、非常にこの現場の方たちの印象は変わると思うんですね。くれぐれも物件役務についてもこの契約変更も含めて対応 すべきと、こういう意気込みをですね、現場の方には周知していただきたいというふうに思います。何度もうなずいていただいてますので、ご理解いただけたものというふうに思いますが、本当に今春闘交渉期間中というのもありますけれども、やっぱり中小企業のこの仕事を受ける側の価格転嫁が実現しなければ、先ほどの大臣の好循環は生まれませんので、ぜひそこは徹底いただきたいと思います。で、続いて、の質問に移りたいと思いますが、供給力の強化という言葉がこのところよく聞かれます。で、大臣もですね、所信の中でこの供給力の強化というのを一つの項目に出されておりましたが、以前も私は予算委員会で質問にさせていただきましたが、この供給力強化っていう言われてしまうとですね、サプライチェーンのこの製造能力だとか市場に供給する能力のことを指しているようにイメージをしてしまうんですね。ただ総理は時には企業が稼ぐ力だと言ったりですね、新藤大臣ご自身もマークアップ率を高める、マークアップ率という言葉を使われたりもしているんですけれども、この供給力の強化をどういうふうにちょっと噛み砕いて説明していただきたいと思います。新藤大臣。供給力の強化、それはいわゆる富を生み出す力だから、私、総理もですね、私も稼ぐ力ということで申し上げております。で、それは詰まるところですね、潜在成長率を引き上げていくということなんですと私は思ってます。で、潜在成長率っていうのは、この資本と労働とそれから生産性、この3つの全要素、生産性って3つの要素ですから、ですから現実にですね、資本ということについては私たちがやらなければならないのは、日本の国の生産設備の使用年齢がもうすごく長くなっていて、 G7 の中で後ろから2番目でございます。もう設備が
更新が進んでいないので、このままいけばどんなに頑張っても国際競争勝てない、こういう状況になっていて、これは企業とすればですね、この生産設備の更新は必ずやらなければならない状態になっていて、それを受けてこの企業の設備投資の意欲というのはとても高い状態になっている。でもまだその現実の実行に移すとなると力が弱い。だからそこを私たちは後押ししようと。これが資本です。それから労働はまさに一人一人がですね、この一律の採用で一律定年、その中でこのなかなか生産性が上げられないということであるならば、ここはもう一度自分のスキルを磨こうと。その上で自分の能力や自分がやりたい仕事に見合ったこの給与体系ジョブ型、こういったものをやるべきだし、そのジョブ型に移行するには自分がそれなりのこのスキルを身につけるためのこのリスキリング、これ5年で1兆円このもう枠を用意したわけであります。ですからそうやって労働市場を円滑化させることによって要素がですね高まっていく。そしてさらにはこの生産性においては、なんて言ってもイノベーション、新たなこのフロンティアの挑戦、開拓、そしてスタートアップ、そういう産業のですね活性化を促すようなその需要を新しく作っていく、まあ、こういったものを作りたいと。これらの要素を兼ね合わせて、それらが全体としての日本の富を生み出す力、潜在成長率の増強と、まあ、これが私どもが言っている、この今おっしゃった何ですか、その供給力の強化という意味でございます。浅、はい、野君。はい、まあ、今の話を聞くとますますですね、供給力の強化という言葉を使うよりも稼ぐ力を高めようとかですね、潜在成長率の強化とかですね、そういう言い方の方が我々としてもしっくりくるもんですから、まあ、ここはですねぜひこれ企業の産業界も供給力の強化って言われたときに、よしじゃあ生産能力を高めようとかそういう発想にすぐ行っちゃいますので、まあ、資本、労働力、あとは生産性ですね、まあ、これをちゃんと総合的に高めるというイメージを持たれやすい表現をぜひ使っていただきたいと思ってます。で、今次の質問なんですが、まあ、大臣がまさにおっしゃった潜在成長率を高める、もしくは企業の稼ぐ力を高めるためには資本の増強、あとは労働者のスキルアップ、そして、この生産性、まあ、イノベーション、技術革新を通じた生産性の向上というのは確かに大事だと思います。で、ここにはぜひ政府としても、今考えられているような政策資源を投入していただきたいんですけれども、今日はそれに加えて、もう一つ目を向けていただきたいという話をしたいと思います。今日の資料のですね、資料の4、そして資料の5に、少しこの具体的な中小企業の例を挙げさせていただいています。これは株式会社ワークライフバランスの小室代表の方からいただいた資料を少し、私の方で手直しさせていただいたんですが、まあ、何をこれ、例えばこの坂田製作所という中小企業ですね、こちらはこの残業時間が1人当たりの残業時間、毎月 17.6 時間から 1.2 時間に減りました。で、下の方を見ていただくと、残業が累計で2万1750時間減って、残業代が3445万円減りましたということなんですね。で、これを会社の社員のボーナスにすべて還元したと、まあ、こうやって賃上げを実現している企業もあるという具体的事例です。じゃあなんでこれができたのかという話をしますと、上の方にちっちゃな黄色い線引っ張ってありますけれども、例えば15分単位で業務棚卸しデータを集計したりと、集計して無駄を排除したりだとか、あるいはこれまで重複していた業務を整理して限りある人員の中で最も効率的な業務プロセスを実現する、まあ、こういったことを細かく細かく積み上げていった結果、こういった大きな成果につながっているという企業の例なんですね。で、大臣が先ほどおっしゃった資本の増強、まあ、古い設備を新しくしたりだとか、あるいは従業員のリスキリングを支援して新たな能力を身につけていただいたりだとか、あるいは技術革新でこれまでにない製品、これまでにない付加価値を生み出して利益率を上げる、これは非常に大事なことなんですが、それをやると同時にできることがもう一つある。それは業務プロセスの見直し、
業、まあ、いわゆる平たく言えば業務効率化ですけれども、これに対する支援をですね、まあ、例えばコンサルティング支援だったりとか専門家の派遣だとかいろいろできることがあって、これは中小企業はやりたくてもなかなかノウハウがなくてできないことですから、これをやると設備を入れ替えなくても従業員がそのままでも業務プロセスを見直すことによって企業の収益が創出できる、まあ、こういった支援にも目を向けていくべきだと思うんですが、最後大臣の見解を伺いたいと思います。はい、時間が過ぎておりますので、同じような趣旨で私たちもやっていきたいというふうに思ってます。で、この坂田さんのですね、とてもいいことだと思うんですけど、一番最初にワークライフバランス全社員研修、これおやりになってますよね。例えば私はこういう研修をやるのに補助金の対象になるんじゃないのと、ここの会社は補助金頼らずにやったかもしれない、いただいたかもしれません。少なくとも働き方改革の補助金の対象になります。それから15分単位の業務棚卸しをやったと、これ非常に重要ですけど、これができるということは完全に自分の会社の業務をですね、 DX 化していると思います。ですからそういう企業の稼ぐ力、まずは自分たちのこの生産性を上げるにはですね、働き方を変えるとともに少ない人手でもこの生産性を上げられる、そういう設備を入れていく。私たちが今回カタログ式と呼んでいるのは、この補助金もらうのにはすごく面倒なんです。いろいろたくさんの資料を書かなきゃなんないんですけど、そういったものをもうカタログの、要するにその所要をもうカタログの中で表示してあって、この機械買ったらどういう生産性が上がるかの計算もきちんと出しておくし、そしていくらの補助金が出ますということが分かる。だから選んで、まずはIoT だとかね、 DX をやるならばこういうのを使ったらいかがですかっていう、そういったものも1000億用意しました。そういう企業の体質改善も含めてですね、応援していきたいと、このように考えているわけであります。はい、はいはい、もう時間過ぎております。はい、終わります。はい、ありがとうございます。